国母純平でーす。ありがとう。もう本当最高のロケーションで、あの北九州から来た甲斐がもう本当にありすぎでありがとうございます。で、僕北九州からやってきたんですけど、今ね、子供ができて、子供今2歳と3ヶ月で、で、嫁と息子と九州に戻って約2年が経とうとしていて、で、子供できて、やっぱ子供の曲とかできていくんだけど、子供の曲また作ろうと思ってやったら、親父の曲ができちゃったっていう俺もこんな感じで育てられてたんだと思って、すごいもう親父で、ほんと仲の悪かった親父に感謝の気持ちがいきなり湧いてきて、それで曲がもう一日でできちゃったっていう曲ですまあ北九州ってすごい工業地帯で、煙がもうもくもくと製鉄所から出てるような街なんですけど、その街想像しながら聴いてもらえると、この大自然ですけどいいと思います。じゃあ親父へ、全国で頑張るお父さんお母さんへ送らせていただきまーす。
と生き方は違うけど俺なりに頑張ってみるよ。この歌で伝わりゃ本望さ、面と向かっては恥ずかしいし、あなたに教わったギターで感謝の気持ちを歌います。ヒロキング。これは、ドブロ。小玉旬。ありがとうございます。最高でした。ありがとうございます。じゃあラスト1曲は陳列直樹と、真央くんと、3人で締めさせていただきたいと思います。本当に農園のライフ、素敵なお祭りを、開いてくれて、そして呼んでくれてどうもありがとうございます。ありがとう。1400キロぐらいの旅になってます。1500キロぐらい。本当つながりにの縁なければ始まらない。本当そうですよね、やつね。乾杯、ありがとう。じゃあラストの曲にします。直樹と、真央くんでした。ありがとうございました。じゃあラストにあれやろう。 OK です。いや、世界平和とはっていう、大きく考えすぎたら世界平和って何のこっちゃっていう感じになるんですけど、まあ身の回りにいる、家族や友達とか彼女とか彼氏とか、まあそういう身近なものを、ね、ずっと一緒にいると薄れる愛情もまた改めて、一番身近なところからかけてあげることが世界平和にもしかしたら近づくんじゃないかと思って、一番それが簡単なんじゃないかと思って作った曲です。世界平和とは。どうもありがとうございました。Thank you.
今日も無事に君が家に帰ってきたよ。そっか、これが幸せってやつか。こんなシンプルなものなんだな。奥を求めすぎて何を手に入れても満足できないままで僕は年だけ重ねてきたのかも。誰にでも優しくできたらいいのにな。僕の悲しみと苦しみを消せる日が来るかもしれない。ないものねだりをしたら何ものでもなくなったような自分が自分じゃないようなそんな気がしたのさ。
輝と、テグサからマート君でした。ケンジローギター貸してくれてありがとう。スペシャルサンクス。ありがとうございました。